江川英龍、江川秀達は、江戸時代後期の幕臣で、伊豆ニラ山大官。通称の太郎左衛門、豪の丹南の呼び名で知られている。ニラ山では、拓安と書いて、丹南と読むことが多い。洋楽とりわけ近代的な沿岸防備の手法に強い、関心を抱き、反射炉を築き、日本に西洋法術を普及させた。地方一大官であったが、解剖の権限を行い、 感情吟味役まで、異例の昇進を重ね、抜角入りを果たし、感情奉行任命を目前に病死した。今日は元年、1801年5月13日、江川秀樹の次男として、二ラ山で生まれる。幼名は吉次郎。江川家は、山と源氏の系統で、鎌倉時代以来の歴史を誇る家柄である。代々の当主は太郎左衛門を名乗り、江戸時代には、 伊豆ニラ山大官として天領の民生に従事した。英隆はその三十六代目の当主にあたる。父、秀樹が長命だったために英隆が大官職を継いだのは天保六年1835年三十五歳の時とやや遅い。この間の英隆はやや悠々自的に過ごしていたようで、時に江戸に留学して岡田重将に剣を学び、 同門の斎藤役郎と親しくなり、彼と共に大漢地の領内を行商人の姿で、隠密に歩き回ったりしている。海の国では天保7年、1836年8月に、海一国規模の天保騒動が発生し、騒動では多くの無宿、幕都が参加していた。江川は、騒動が、幕僚の武蔵、相模へ波及することを警戒し、8月に、伊豆、 駿河の海村から、二ら山大館所へ帰還して、騒動の発生を知ると、斉藤役郎を伴い正体を隠して、会へ向かう、公衆尾行。江川は、同年9月3日に、甲府大館、井上重左衛門のから騒動の鎮圧を知ると、二ら山へ帰還した。その後も、役郎との関係は、終正続いた。父、秀樹は民事に力を尽くし、 商品作物の栽培による増収などを目指した人物として知られるが、英隆も姿勢の構成に努め、二宮孫徳を招聘して農地の改良などを行った。また、海衛年間に首都の技術が伝わると、領民への接種を積極的に推進した。こうした領民を思った英隆の姿勢に、領民は彼を世直し、江川大明人と呼んで敬愛した。 現在に至っても、彼の地元、二大山では、江川へ強い愛着を持っていることが伺われる。江戸時代で、最も文化が乱熟したと言われる文化年間以降、日本近海に外国船がしばしば現れ、時には浸水を求める事態も起こっていた。幕府は、異国船打ち払い例を制定、基本的に日本近海から駆逐する方針をとっていたが、天保8年、 1837年、モリソン号事件が発生。幕府は方針に従って打ち払った。英流としても、大官としての管轄区域には、伊豆、相模沿岸の太平洋から、江戸湾への入り口にあたる、解剖上重要な地域が含まれており、この問題に大きな関心と危機感を持った。こうした時期に、川路敏明、羽倉寛堂の紹介で英龍は、渡辺火山、 高野長英ら少子会の人物を知ることになる。火山らは、森尊号の鮮明から当該船は、英国洋人が乗っている船であるとの事実、誤認を判定いたが、それだけに、危機意識は一層高いものとなり、解剖問題を改革する、必要性を主張した。ところが、当時の状況を見れば、肝心の沿岸美法は旧式ばかりで、砲術の技術も多くの藩では、古来から伝わる。 和流法術が古色騒然として残るばかりであった。少子会は洋学知識の積極的な導入を図り、英竜は彼らの中にあって積極的に知識の吸収を行った。そうした中で英竜と同様に、自藩、三河国田原藩に解剖問題を抱える火山は長崎で洋式法術を学んだという高島周藩の存在を知り、 彼の知識を解剖問題に生かす道を模索した。しかし、幕府内の乱学を嫌う目つけ、鳥居洋蔵ら保守勢力がこの動きを不服とした。特に洋蔵からすれば、過去に英流と江戸湾岸の測量手法をめぐって、争った際に、火山の人脈と知識を借りた英流に敗れ、老中、水野忠国に出席されたことがあり、職務上の同僚で、目の上の炭鉱部である英流。 そして彼のブレーンとなっていた、火山らが気に入らなかった。天保年、千年、1839年、ついに洋蔵は冤罪をでっち上げ、火山、長英らを逮捕し、少子化を事実上の壊滅に追いやった、万社のごしかし英流は彼を高く評価する忠国にかばわれ、罪に落とされなかったというのが通説である。これに対して、英流と長英は、面識がなく、また、 火山と感動の接点も不明で、火山と周藩も面識はなかったとの指摘がある。火山、長英らはいずれも内心鎖国の撤廃を望んでいたが、幕府の鎖国政策を批判する危険性を考えて火山は解剖論者を装っていた。田原藩の解剖もスケボー返上運動のための理由づけとして利用されただけだった。解剖論者である英龍は火山を解剖論者と思って接触し、 逆に火山はそれを利用して、英竜に解剖主義の誤りを啓蒙しようとしたもので、やがて英竜も火山が期待したような解剖論者ではないことをおったと思われる。また、江戸安順史の際に洋蔵と英竜の間に対立があったのは確かだが、もともと洋蔵と英竜は以前から実婚の間柄であり、両者の信仰は、江戸安順史中や万社の国の後も、 洋蔵が失脚する降下元年、1844年まで続いている。万社の極に際しても洋蔵は英竜を標的とは知っておらず、英龍は万社の極とは無関係だとしている。なお、少子会の会員で処罰を受けたのは火山と長英のみで、少子会自体は弾圧を受けていない。その後、英龍は長崎へと赴いて、高島周藩に弟子入りし、 同門に、しも、曽根新圧し、近代法術を学ぶと共に幕府に、高島流法術を取り入れ、江戸で演習を行うよう働きかけた。これが実現し、英龍は、水野忠邦により、正式な幕名として、高島周藩への弟子入りを認められる。以後は、高島流法術を、さらに改良した西洋法術の普及に努め、全国の藩士に、これを教育した。 佐久間昌山、大鳥圭介、橋本さない、桂小五を、後の木戸高義、伊藤助行などが彼の門下で学んでいる。天保十四年、1843年に、水野忠邦が失脚した後に老中となった安倍正宏にも評価され、嘉永六年、1853年、ベリー来航直後に環状吟味薬閣に登用され、正宏の命で品川大場。 お台場を築造した。重砲政策のため、湯島大将方位立場を設立し、後の関口製造所の原型となっている。また鉄鋼を得るため反射炉の建造に取り組み、息子の代で完成している、二ラ山反射炉。だが、正広は、解剖強化には終始消極的で、多だ国が罷免され、正広が老中として、実権を握ると、解剖強化策は撤回され、 英龍も鉄砲型を解任されているとの指摘もある。品川沖台場の築造も、翌火英7年、1854年に、日米和親条約が調印されると、11機の内ごきが完成しただけで、工事の中止が決定されている。造船技術の向上にも力を注ぎ、さらに当時日本に来航していたロシア施設プチャーチン、一行への対処の差配に加え、 爆裂砲弾の研究開発をはじめとする近代的装備による農兵軍の組織までも起としたあまりの激務に体調を崩し安政2年1855年1月16日に病死。去年55万53歳没。後を継いだ長男、秀俊が文久3年1863年に農兵軍の編成に成功した。また、秀での後を継いだ 秀武、英流のご覧は、ニラヤマ県ンケとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。